今日の動画は大変短いと思いますが、京都方面から姫路方面へ快速に乗っていた時のお話です。いきなりカメラを回したので見にくいのは承知ですが、アナウンスでですね、こんなのが流れたんです。大幅に遅れておりますため、急遽ではございますが、行き先を大久保駅、大久保駅として運転をさせていただきます。この電車は次の明石を出ますと、西明石、終点大久保の順に止まります。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたします。お詫び申し上げます。聞いていただいた通り、大久保駅が爆誕したということで、今まで見たことはあるんですが、実際に乗車している列車が大久保駅に急遽変更ということになったことは僕は初めてです。まもなく明石駅に到着します。約1時間から1時間半ほど遅れてこの電車は明石駅に到着です。まもなく西明石に着きます。出口右側2番乗り場の到着です。この先加古川姫路方面お一人のお客様、佐藤から参ります。新快速は本州駅2番乗り場でお待ちください。大久保魚住方面各駅ではホーム変わりまして、6番乗り場普通電車本州駅、お客様の乗り換えをお待ちしております。この電車は西明石を出ますと、次は終点大久保に停まります。列車は西明石駅に到着。アナウンスでは大久保行きになりますというふうに何度も案内がされていました。大久保は通常新快速電車は止まらない駅ですので、後続の新快速に乗り換えて姫路方面へ行く人はこの西明石まででたくさんの人が降りていくことになります。西明石駅に到着です。せっかくなので鉄道ファンとしては珍しい列車を楽しみたいので、先頭車両の方へ移動することとしました。車内はだいぶ人が少なくなりまして、どうしてもそんなに迷惑にならないかなという感じです。ちょうど先頭車両へ来たところでドアが閉まりました。この電車は次の大久保駅3番乗り場に到着いたします。なおただいま大久保駅3番乗り場には遅れております電車が停車しております。遅れております電車大久保駅発車いたしましたら続いての到着です。到着までもうしばらくお待ちください。停止しております。お詫び申し上げます。Thank you.